宮村優子は、日本の声優、女優、歌手。兵庫県神戸市出身。ジャイプロモーション所属。一部の作品においては、闇村優之介とクレジットされることもあった。東方学園短期大学園劇科卒業。卒業後は、日本ナレーション演技研究所に入所。ゲーム、拳性ムグラ持ちの春霊役で、声優デビュー。アーツビジョン所属を経て、 ジャパンアクションエンタープライズの俳優部門、ジャイプロモーションと業務提携。1995年に、愛天使伝説ウェディングピーチの玉屋ひなぎく役、新世紀エヴァンゲリオンの総流、アスカ・ラングレイ役で有名になる。1998年に、漫画家の中谷 D と結婚したが、翌年に離婚。2004年に、同じジャイ所属の男性スタントマン、関高幸と再婚。 2007年にオーストラリアへ移住し、下記の2作品関連などの仕事に携わる際は、その都度日本に戻っていた。2005年以降は、エヴァンゲリオン進撃常盤の指揮派、アスカラングレイ役、名探偵、コナンの遠山和葉役などで活動を継続している。2006年より、大阪北堀江にある、放送芸術学院の併設校、大阪アニメーションスクールで、 アフレコの授業を担当した。2016年に関高行と離婚ん。親権は宮村が持つこととなった。2018年に日本へ帰国し、再び国内に拠点を戻すとともに同年1月にインターナショナルメディア学院の講師に就任した。1995年、新世紀エヴァンゲリオンの総立、アスカラングレイを演じる気は役に合わせるために、 外国語教室でドイツ語を勉強していた。2000年、喉を痛めてしまい、ラジオ番組を休み、ご存知、月光仮面君の山本直人役も交番することとなった。長年にわたり、ラジオ大阪のアニラジに多数出演し、その縁で大阪愛住後も同局の昼番組の金曜アシスタントを務めていたが、2006年3月に突如ラジオからの卒業を宣言した。 同年7月には公式ホームページが一時休止となり、さらに11月には今後の芝居出演の予定はなく、再度、音響の活動へ舞台を移す旨が告知された。2007年5月、バセドウ病と診断されたことを公表した。妊娠、出産がきっかけではないかと本人は10回している。病気の公表後、2008年4月8日に、全国ネットのテレビ番組では初めて、 踊る。三魔五点。のスペシャル。踊る踊る踊る。三魔五点。家族バツイチ揃い恋の予感も SP に、顔出しで登場した。持病となったバセド病は、一時キロ列が回らなくなるなど仕事にも、支障を来すまで悪化し、2013年の夏には、交番覚悟で、名探偵、コナンの数早くをできないと申し出るが、 プロデューサーの諏訪道彦から治療に専念して乗り切って欲しいと言われて続投となる。その後治療をしながら名探偵コナンテレビシリーズの出演は続けて2017年にはカズハがストーリーの中心となる劇場版名探偵コナンから紅の連歌にてメイン出演を果たした。2009年 MBS 制作のロケ密内の企画 関西縦断ブログ旅にて、総流、アスカラングレーのモノマネをしているお笑い芸人桜、稲垣咲が目的地にゴールした後に番組へサプライズ出演をした。餃子の王将にて祝賀会を行っていた桜、稲垣咲のもとへサプライズ登場し、驚かせた。アスカの声が録音された目覚まし時計を送り、互いにアスカの声で、あんたバカ。おいあい,い、二人で。 記念撮影をした。なお、その後も桜、稲垣咲の YouTube チャンネル、桜、稲垣咲チャンネルに出演したりと交流が続いている。ドラマや映画で女優としての活動も行っているが、他に1995年から1999年まで歌手として、ビクターエンタテインメントからシングルとアルバムを多数リリースしている。そこで、関口和幸。 高波慶太郎、田中康平、及川眠子、荒井明の、大月健治、鈴尾義和、灰島国明、鈴木圭一、竹川幸秀、野村義夫、小西康志妃、平沢進、長谷部徹、戸川淳、派、矢人太といったアーティストに歌詞や楽曲の提供を受けている。また、クラシックの、パッヘルベルのカノンやカルメン、ハバネラに日本語の詩をつけて、 歌ったり、大抜き太鼓の彼と彼女のソネット、岩崎博美の聖母たちのララバイ、カステラの途中で寝るなといった曲をリメイクしたりとバラエティに飛んでいた。シクラチヨマルと共にルース・ローセというユニットも結成し、ボーカルを務めていた。また、本名名義で音響監督を行っており、作品としてはラブレスなどがあり、その縁でテクノサウンド所属となる。 しかし2008年春をもって夫の仕事の都合などにより退社することを自身のブログで公表した。1997年に開催されたロボネーションスーパーライブではショッカー・オーヤと共に MC を務める。同時期にウェディング・ピーチのイベントでオーヤと共演をするもの、その後2007年のスーパーロボット魂・魂2007春の陣で10周年記念で再び司会として出演した。 2018年に神戸ワールド記念ホールにて、開催されたラジオ大阪のイベント、V、ステーション・ザ・ライブ・パッション、デーニに,に出演し歌を歌った。その他、宮村優子名義で、須藤敦子のデビューシングル、耳をすましての作詞、漫画原作も手掛けている。ふとじは、メインキャラクター。バラエティテレビドラマ特記のない限りすべて、ナレーションオリジナルアルバムミニアルバムベストアルバム。 ありがとうございます。